はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、オースチン・オブライエンです。さあ本日なんですが、皆さんブレイズ・キャノン・マガジンという史上最強カードはご存知でしょうか。このカード使いたくてね、今回はデッキ作ってきたんですよ。これねめっちゃ強いんですよ、このカード。実はあんま知らん人もいるかもしれないですけども、まあ、ボルカニックっていうテーマのカードで、まあ、GX のね、オブライエンっていう、なんかシャーマンキングのチョコラブのいとこみたいなやつが、使ってるデッキなんだけど、これね、ブレイズキャノンマガジンっていうカード何するかっていうと、まずそもそもブレイズキャノンマガジンは、ブレイズキャノントライデントとしても扱うよっていう効果があって、トラップカードなんだよね。で、自分及び相手のメインフェーズに、手札のボルカニックカードを一枚ポチ送ると、自分はデッキから1枚ドローするっていう手札効果の、効果がついてます。まあ、これで、ボルカニックバレットとかを送って、ボルカニックバレットの墓地の効果をね、発動したりとかできるんだけど、で、3番目、自分の、または相手のメインフェーズに墓地のこのカードを除外すると、デッキからボルカニックカードを墓地送ると。だから、自分のターンでも相手のターンでも、まあ、フリーチェーンでボルカニックカードを墓地に送ることができるっていうことなんですよね、結局。で、これで、3番の効果で何を送ると強いかと、まあ、3番メインに使ってくるんだけど、これ自分の墓地のこのカードを除外するとなんかボルカニックをデッキから墓地に送れるっていうのがめっちゃ強いから、これを使っていくんだけど、何を送ったら強いかと。ボルカニックっていうテーマはですね、もう最強の除去方法を持ってまして、それがボルカニックバックショットっていうモンスターなんですよ。これ墓地に送られた時に相手のライフに500ポイントダメージを与えるっていう効果と、こいつが墓地に送られた時に手札とデッキからボルカニックバックショット2体を墓地に送って相手のフェルトのモンスターを全部破壊するっていうね、サンダーボルトを打てるんですよ、フリーチェーンで。こいつの効果を使えばこれがねマジでやばいんですよね。だからこれをねこのギミックを使いたくてデッキを組んできました。でバックショットをフリーチェーンでこいつを使えば墓地をくれるんで、こいつを墓地で叩き落とせばいいんですよ、簡単に言うと。だから愚かな服装とか、あとはまあバージェスのマーレだとかっていうカードが入ってます。はい、簡単ですね。で、あと手札に引いちゃったら、バージェスとまあディノミスクスとか、まあひとしずくで墓地の来るっていう感じですね。で、ボルカニックって関連カードがいくつかあって、まあ例えば、ここで関連カード出てこないんだ。ボルカニックロケットとかね、あとブレイズキャノンとか、こういうカードは一応あるんですけど、まあ、この辺は弱いのではっきり言ってちょっと弱いので、さすがにランクまでは勝てないので抜きまして、もう完全にここのギミックに絞って、まあ使ってます。でアタッカーがいないんですよ。まあもちろんですね、ボルカニックデビルっていうアタッカーは一応ボルカニックテーマの中ではいるんですけど、こんなの出しても勝てないので、まあ他のアタッカーを用意してる方がいいということで、やっぱりですね、何がいいかっていうと、やっぱ炎属性なんで、ボルカニックは、これ、デュエルリンクスっていうゲームではめっちゃ流行ったんですけど、ボルカニックと召喚獣を合わせて、プルガトリを出すっていう、まずギミックですね。まあ、召喚獣はしかも、アレイスター1体召喚すればメルカバーまで繋がるんで、まあ、相性がいいということで、召喚獣と、あとはまあフュージョンデスティンですね。はい。このカードを使って、まあ、デストロフェニックスとメルカバーで制圧しながら、破壊しながら、ボルカニックバックショットをかましていくっていうデッキになりました。はい。で、ボルカニックバックショットは、墓地に送られた時に効果発動できるんだけど、これ3枚墓地送ったらもう役目終わっちゃうんですよ。だからそのカードを、できる戻せるように貪欲な壺が3枚入ってますだから理想は毎ターンこれ引いて、毎ターンバックショット構えるです。これがねやりたい動きなんだよね。早速ねちょっと動き方をねご覧いただきましょう。最強デッキ爆誕デュエルスタンバイ。さあ、まあ反動は弱いね反動は弱い。まあでもひとしずくでマガジン捨てるから、まあワンチャン強いか。カオステントリーね、オッケー。まあちょっと相手の展開によるな。まあひとしずくがあるから結構強いか。でもこれ高校だったらまあ割といい反動か。1枚捨てて1枚、これどういう活動発動比較強いか。これ普通に強いわ。うん、弱いって言ったの撤回するわ。強いわ、めちゃめちゃ並ぶやん。タイタニックギャラクシーね、オッケーオッケー、いいよ全然大丈夫。そいつはひとしずくで黙るから。ドロー、バックショット来ちゃった、弱えけど、まあしょうがないな。まず一旦ボルカニックバレット召喚して、で一体でリンク召喚してリンクリボーアルミラじゃないか。こうして、で、ひ
ょっと墓地にモンスターをね5体貯めたいですよね。でバックショットで1枚貯まるから、カオサンタ OK、 カオサンタね除外できなくなる、まあ、なるほど、除外できなくなるのはまあ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 辛いけど、これあのブレイズキャノンマガジンが実質なんか無効化されてるからめっちゃ強いかと思いきや一滴で全部解決する、任せろ。トリッククラウンな、オッケーいいだろう。でだな、まあ、これセキュアガードはもうするわ、セキュアガードは2もして、これで墓地2体行って2、3、オッケーいける。でセキュアガードな1体行った、さらにボルカニックバレットも一応サーチしていく、仲間呼ぶ効果、そして満を持してこいつは除外できなくなるから、あれだな、カオスハンターとタイタニックだな、禁じられた一滴の効果発動、禁じられた一滴の効果によってブレイズキャノンマガジンとボルカニックバレットを墓地に送り、相手のフィールド上のモンスターの効果を選んで無効にすることができる、そして打点を半分満にすることができる。まずお前は一回黙れ、お前も黙れ、お前も黙れ、そして墓地に存在するブレイズキャノンマガジンの効果発動、ブレイズキャノンマガジンの効果によってデッキからボルカニックバックショットを墓地に送り、ボルカニックバックショットの効果発動、相手のライフに500ポイントの大ダメージを与え、さらに墓地に送られたボルカニックバックショットの効果によるボルカニックバックショットを墓地に送り、相手のフィールドのモンスターを全て破壊する。うわー強えー。そしてボルカニックバックショットの効果発動、ボルカニックバックショットの効果によりさらに500ポイント、500ポイントのダメージを与える。ドンドン、よしよし、いいぞいいぞ。そして貪欲な壺の効果を発動、貪欲な壺の効果により戻すのはもちろんボルカニックバックショットとバレットバレット、これでいい、最強。この5枚のモンスターをデッキに戻し、カードを2枚ドローする。うわー強えー、弱えー弱えー、まあ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 、とりあえず1枚持ってきて、まあ、これドローが加速しますからね、一応ね、バトルフェイス入りましょう。さあ打点1000でアタック、メイン2入ってこいつセットして、ブレイズキャノンマガジンはボルカニックをね手札から1枚捨てると1枚ドローするよっていう効果があるんですよ。だからこれで一応1枚ドローしながらそのバックショット捨てられたら相手のカードをねあのめっちゃぶっ放するみたいな効果もありますし、いろいろできます。はい、いろんなことができると。であとはまあ多分カオスルーラーが出てきてなんかいろんなことするんじゃないかなと思うんだけども、はいはい、カオスルーラー出てくる。あ、ちなみにもう今何もありません、妨害は、まあ、一応ブレイズキャノンマガジンの方確保しとくか。ボルカニックバレットを持ち送って1枚ドロー、弱っドロー弱っ。あ、ちなみにデストロイフェニックスガイも一応入ってるんですけど、これデストロイフェニックスガイを出すと何がシナジーあるかっていうと、ブレイズキャノンマガジンを墓地に送ることができるんですよねデストロイフェニックス界でブレイズキャノンマガジンを叩き割って墓地を送るっていうシナジーがあります。引いちまって手札捨てるカードなくてもね、セットして相手に羽勃起を取ったりとかライトニングストーム打たれるとかすると、結構ブレイズキャノンマガジンの効果で相手のね、まあ、あのモンスターを吹き飛ばすっていうことが一応できるんで、もう割とワンあるかなっていう。ちなみにもう今アタッカーが完全に不足してるんで困ってますあ、テラフォーミング来たっけ。テラフォーミングはでかい、テラフォーミングはでかい。まずはボルカニックバレットの効果、ボルカニックバレットの効果で500ライフポイントを支払うとボルカニックバレットを手札に加えることができる。そして、ボルカニックバレット墓地送っちゃっていいな。で1枚引いて考えよう。あ、オロフクは強いね、オロフクは強い。愚かな服装の効果と愚かな服装の効果によってブレイズキャノンマガジンを墓地に送り、そしてこれはまだ発動しなくていい、これはテラフォーミングを発動、テラフォーミングの効果により暴走魔法陣を手札に加えていく。そして暴走魔法陣をそのまま発動、暴走魔法陣の効果により、まあ、ほぼ唯一のアタッカーと言ってもいいかもしれない。まあ唯一もないか、唯一というと1匹しかないみたいな感じになるからな。アレイスターと一応フュージョンデスティニーっていう2枚のアタッカーが一応存在しているということだけは言っておこう。まずは召喚師アレイスターを召喚、
召喚者アレイスターの効果発動。これメルカワじゃなくてこれフルガトリオで全員でぶん殴ったの強そうじゃね。でもどっちにしてもあれか、なんだっけ、バイバスターコラプサーフェントでサーチされるのか、それはめんどくせえな。まあでもとりあえずフルガトリオでいくわ。こことこの属性モンスターとアレイスターで融合召喚、現れろ召喚獣プルガトリオドガーン。さあプルカス大先生がご降臨だぜ。そして召喚マイスを戻してアレイスターを持ってくれ。そしてこのまんまバトルフェーズに移行してもよろしいか。バトルフェーズだ。さあバトルフェーズに召喚獣プルガトリオでアタック。ダメしていいですか自分。召喚者アレイスターをぶん投げて打点を1000ポイントアップ。ピロ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 バゴーン、ピロ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 バゴーン、オッケー。あと残りライフは2100、いけるぞ。さあコラプサーペットのところでワイバースターを追っていかないといけないだろう。まあ出したところでねブレイズキャノンマガジンが残ってますんでね、きついと思いますよ。ブレイズキャノンマガジンで、まあ、実質メインフェーズ、中にフリチェ相手モンスター全部っ破がありますんでね、さっき土曜グラツボでボルカニックバックショットを戻しておいたんでコストは豊富にあると言っておこう。カオステリトリー、なるほど、うららじゃねこれ、これうららだろ、ほい。さあカオステリトリーの効果でカードを持ってくることはできない。さあ一応でもこれあれか、カオステリトリーの効果で除外されてるやつデッキに戻して1枚ドローできるのか。はい、いいだろう、よろしい。さあ何かできるのか。お、ワイバースターはいいだろう、ワイバースターはいい、そいつ行ったり何かできるんだったらな。おっと、ここなんじゃねえか、ここなんじゃねえか。ここなんじゃねえか。あでもあれ、これあれだよな、多分ハリファイバー出てくるよ、多分ご新居でやばいモンスターいないもんな。ハリファイバー出てくる、まあ、ハリ出てきた後でもいいんじゃね、破壊すると。ちょっとハリファイバー出させよ。でハリ出てくる多分、はい、でハリファイバー出てきて、ハリファイバーでチューナー出てくるのとワイバーの効果でコラプ持ってくる。はい、オーケー。ハリファイバーの効果発動しないの、ハリファイバーの効果発動しないんだ。チューナーもいないのかな、デッキの中に。エンドベース弱っ。弱っ。プルガトリオ大先生さえ突破できるのかお前は。お、最強カードが来たな。ではブレイズキャノントライデントとして扱っているブレイズキャノンマガジンの効果、ブレイズキャノンマガジンの効果によりバックショットを墓地に送って、そしてバックショットの効果発動。バックショットは墓地に送られた場合仲間を墓地に送りに行って、このランド弱すぎだろ。ふざけんな。さあボルカニックバックショットを墓地に送り、バックショットの効果発動、相手のモンスターを全て破壊する。うおー最強ー。バックショットの効果、さらにバックショットの効果発動、バックショットの効果で合計1500万。うわー、ドゥッ、強えのかこれは果たして。バトルメイズさん、いけ、くたばれ、ドゥッ、フュージョンデスティニーどこ行ったんだよ。さあハンドはただの召喚獣。ハンドはただの召喚獣。さあテラフォーミング発動、テラフォーミングの効果、召喚しアレイスターを持ってくる、最強フィールド魔法を持ってくる、そして暴走魔法陣を発動。やべえ、ただの召喚時ムーブになってしまう。この後召喚しアレイスターのをサーチして、で召喚しアレイスターを召喚し効果発動、召喚しアレイスターの効果により召喚魔術を手札に加えていく。おっと全部通るぞ。召喚時はねそんなにその特殊召喚を重ねないですし、言うてメルカバー出すまでに4回くらいしか特殊召喚しないんで、あんまりそのなんだ、ニベルとか踏まないのがいいですよね。あとニベル別に見込んできますし。はい、でこうしまして、ここでだから1234回目にもメルカバー着地するんで、まあ、それが強いですねこれね。はい、メルカバー着地してから考えるみたいな、まあ、ここにねドラグマの要素とか入れると召喚獣ドラグマみたいな感じでね、召喚ドラグマみたいな感じで強くなるし、あとフュージョンデスティニーのね要素も入れたら召喚フェニックスみたいな感じになるから結構強いんだけど、今回は相手なんか召喚フェニックスかなんかかなと思ってると思うんですけど、本当に意味わかんないからいっぱい入ってるんで多分ビビるんじゃないでしょうか。今のところねハンドほとんどその召喚獣みたいになっちゃってますけども、まあ一応これセッ
ットしなくてもエンドでいいか。ちょっとね除去されるの嫌なんですよね。まあサンダ ーハーピーの羽根防御とか、あとライトニングストームとかでちょっと後ろ除去されるの嫌なので、まあひとしずかはね後から使っても強いですから。スピードロイドベイグマックス、なるほど。これ無効にした方がいいんじゃね、これ無効にした方がいいんじゃね、これわかんねえな、これどこまで繋げてくるかね展開をね。まあでもゴムガンを止めたらいいんじゃないかな。結構ゴムガン止めたら結構相手何もできなくなるんじゃねえかなと思うけどな。さあ、あーまあ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 そこまではね、まあ一旦増殖する時打つわ。もう打っときゃよかったな。で増殖する時打っといて、でこっから展開するんだったらめっちゃドローするような効果。やっぱちょっとスピードロイドはあれですよね、あのベイガマックス召喚した時にも手札強ければ増殖する時打っちゃっていいかもしれない。まあちょっと正直あんまりそのあれだけどな、あの事故ってる時に打ってあの展開止められるのが一番きついけどな。はい、やばい2ペア来た。そういうハンドにはねよくなりますね。遊戯王に愛されてないので僕結構。はい、あシェンシェンなんだ。シェンシェンで打点アップ、なるほど。打点アップも打点アップか、打点抜かれたな打点抜かれたな。まあいいか、まあいいや。でもアレイスさん2回投げれば一応抜かれてねえか、2回投げれば抜かれてないな一応。まあ、ぶん殴ってくる。でもそんなに焦ることはないね。でもね別にメルカバー除外されるけど、ピリカ、はい。で召喚成功時チューナー蘇生するがチューナーはいない、なるほど。まあ、それは別にいい。スノーベルか、スノーベルいいや、スノーベルオッケー、スノーベルオッケー。あーでも10だなこれバロちゃんバロちゃん来ちゃう、これバロちゃん来ちゃうやつですかこれ。あーなるほど、バロちゃん来ちゃったマジか今の。まあでもこんだけ引いたら返せんだろさすがに。てか全然引かないのなんでだよ。ボルカニック系は引けや1枚ぐらい。フルールドバロネス効果でここ一応効果発動して無効にする効果使って、でそれを無効にさせるべきです、ですね。でジェットシンクロン効果あまして、捨てて、でメルカバー効果に支援した分まあはいですよね。でバロネス効果使って無効にされて破壊される。でどっか行く、まあ、死にゃしないでしょさすがに。まだ裏残ってますし、まだ多分なんとかなると思いますね多分ね、さすがに。あ、オッケー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 、しないオッケーで1000と3000で今相手のターンに妨害してくるモンスターいないので、盤面にできればね、あのボルカニック系引いてほしいんだけど、ブレイズギャロンマガジンか、まあ、マガジンが今一番強いかな。マガジン引いたらめっちゃ熱い。エンドフェーズオッケー、弱いな相手。まあバロネス効果使用済みだから何も。あー強い、急に強くなった、急に強い、最強で、効果でシェンシェンがどっか行く。で増殖する G 打つ。シェンシェンはフィールドから墓地に送られるカードが除外されるから大丈夫だな。別に愚かな服装で、ブレイズキャロンマガジンが墓地に送られることに関しては多分耐えてる。はい、でですね召喚魔術も来た。だな、これはなんかいろいろできそうだな。まず愚かな服装を打ってボルカニックバックショットで全部パしてからじゃないか。基本的には愚かな服装を打ってブレイズキャノンマガジン墓地に送る。でブレイズキャノンマガジンの効果発動、ブレイズキャノンマガジンの効果によりこのカードをゲームから除外しデッキからボルカニックバックショットを墓地に送り、そしてボルカニックバックショットが墓地へ送られた場合の効果発動、ボルカニックバックショットはボルカニックバックショットを2枚墓地に送り相手のフィールドのモンスターを全て全部パスする効果を持っている。クライボルカニックキャノンドローン強えそしてボルカニックバックショットの効果発動、ボルカニックバックショットは墓地へ送られた場合500ポイントの大ダメージを相手に与える。これで1500番をくらえ、そしてこれで邪魔者はいなかった。ジェットロン効果発動、
ジェットロの効果により召喚士アレイスターも墓地に送り、ジェットロを特殊召喚。そして一発撃ってからこれ一発撃ってからかな一発撃ってからはい、で召喚魔術効果発動。召喚魔術の効果により、これはメルカバーでいいか、一応で墓地に存在するメルカバーとアレイスターで融合召喚。現れよ召喚中メルカバー。そして召喚魔術の効果発動。召喚魔術の効果によりアレイスターをデッキに返し、召喚魔術を召喚者アレイスターを手段変える。そして召喚者アレイスターを召喚。アレイスター効果発動。アレイスターの効果により召喚魔術を手札に加えていく。そして2体のモンスターでリンク召喚して召喚魔術ってこの路線いないじゃん、ここリンク召喚してハリファイバー、はい、ハリファイバーの効果発動。ハリファイバーの効果によってデッキよりレベル3以下のチューナーモンスター1体を特殊召喚できる。そして召喚魔術を発動。召喚魔術の効果により墓地に存在する召喚師アレイスターと炎属性モンスターの魂をゲームより除外。これはもう正直何でもいい、こいつでいい。これを除外し融合召喚。現れよ召喚獣プルガトリオ。そして2300、2500、1500、ちょっと足んねえな。一応トロイメンイコンするか。こことはい、ここでリンク召喚。現れよトロイメンユニコーン。はい、2200、2300、2500、 OK 足りました。ではバトルフェイズで、これがボルカニックデッキの最終盤面だ。ボルカニックゼロ枚まあただブレイズキャノンマガジンの効果で全てを破壊することができたからこそこうなっているんだ。ボルカニック最強、うおー対戦ありがとうございました。やはりボルカニックバックショットは最強だったな。いやーこれなんかボルカニックデビルやっぱ無理だな。ボルカニックデビルも一応入れてやってたんですけど、あの弱すぎますね。ボルカニックモンスターはもう相手のモンスターを全部っ破することに注力して、なんかアタッカーを他で用意した方がいいということはもう痛感してる。やばい、ネクロバレーの玉座、うわやばい、ちょマジでちょネクロバレー反応やめて。いや終わったかもしれない。ちょっとネクロバレーはね、あのねボルカニックバックショットを墓地に送って全部っ破する、あのブレイズキャノンマガジンの効果を一切発動できなくなるんでマジでやばいんですよ。闇湯はあ、いや本当にやばい。墓守りデッキってそこそこやってること犯罪ですよね。なんか墓守りはまだ捕まってないんだけど犯罪者だと思ってます僕ほらね、こういうことしてくるんですよ、こういうことしてくるでしょ。このデッキはねマジでね本当捕まってないんだけど犯罪者なんですよ。完全にあの指名手配にはもうなってるんですよこのデッキは。どう考えても無理だろ。ネクロバレーどうやって返すんだよこれどうやって返すんだよ。ブレイズキャノンマガジン除外できなかったら終わるって言ってんだろ、ふざけんなマジで。テラフォーミングの効果使って暴走魔法陣でアレイスター加えたところで出すモンスターいねえんだよ。召喚魔術を手札から打たないとこれ召喚魔術手札から打てたら1ありましたね。これ手札打ちしてアレイスターとなんか手札のなんかモンスターで融合できたら1ありましたけど、こうやって召喚魔術も打ってないんですよこれ。おかしくないですか。運営さんお願いがあります。ネクロバレーを今すぐに禁止しましょう。